はい、タバコの喫煙動画始めていきたいと思います。今回はね、メビウスの、スーパーライトの、ロングサイズです。メビウスはね、まあ、マイルドセブン時代から、一番ね、メビウスで売れているのが、このスーパーライト、6ミリのやつですね。タールが6ミリ、ニコチンが0.5ミリ。となってます。まあ、これがなぜか一番売れてるという、売れ筋商品なんですが、このロングサイズ。俺もね、タバコをね、初めて吸った時ね、なんでね、ロングサイズとね、通常サイズがね、値段一緒なんだ。ね、こっちの方が得じゃねえかと思ってたんですけど、どうやら、タバコの葉っぱの入ってる量としては全く同じらしいという噂が、噂なのか多分そうだと思うんですけどね。そんな、そうかなと思うんですよね。未だにロングの方が得じゃないかということでロングを買いました。吸ってみます。メビウス。ね、なぜこのマイルドセブンはね、メビウスという名前になったのかが全く俺は理解できないんですけども、普通にね、マイセンみたいなね、マイセンっていうね、名称でね、慣れ親しんできて、ね、まあ、親しんではないんですけども、まあ、そういう人がいますからね、たくさんね。なぜこれをメビウスにしたのか全く理解はできないんですけど。まあ、これがね、一番売れてるということで。正直、吸った感想としては全く微妙なんですよね。別にね、これが微妙っていうより、スーパーライトが微妙っていうよりは、もうマイルドセブンのオリジナルを吸った感想としても多分微妙なんですよ。で、多分それよりか微妙なんですよね。味が薄い。薄いというか、なんかよくわかんない。なんか方向性がわかんない。まあ、タバコ本来の味といえば本来の味なんですけど、本来の味が全くうまくないんでね、これ自体が。これ全然美味しくないと思う。美味しく思わないんだよな。マイルドセブンシリーズは。本当に。全くもって美味しくない。美味しさのかけらがない。かけらもないんだよね。だから吸ってる人間は、おそらく、ニコチンを摂取するために吸ってるんじゃないかというのが、度安定の俺の中の考えなんですけど。どうなんですかね。よくわかんないんだよな、それがな。全然美味しいと思わないんだよね、これは。で、肺喫煙しても口内喫煙しても、どちらにしたってなんかよくわかんない味で、微妙の味の極みなんだよね。本当に。美味しいとも思わないし、なんか味に特徴があるわけでもないし、だからこれなんでこれが売れてるのか理解できないんだよね。基本的にどのサイズでも1本あたりのタバコの葉っぱの量は同じですって書いてありますね。
やっぱそうなんですね。やっぱ、普通サイズの方が多分、タバコの葉っぱがぎっしり詰まってるんではないかと思うんで。タバコ本来の味ね。メビウスシリーズは良質なタバコを熟練のブレンダーの技術で丁寧に仕上げています。チャコールフィルターが煙に含まれる雑味を吸着し、スムーズでクリアな味をお楽しみいただけますって書いてあるね。全然うまくねえな。これうまいって思う人いるの？これ。まあ、いるんだろうけど、わかんないね。理解できない。そう、これね、ちょっと噛み臭いんですよ。なんか、だいたい。噛み臭い味がするんだよな。香りっていうか味っていうかさ。もういわゆる噛みを燃やした感じの香りみたいのが結構するんで。ぶっちゃけまずいとは思うんですよね。まあかといって、セブンスターも今まずくなったんだよな。まずくなったか、なる前だったらすごいうまかったんで、セブンスターの方が。確実に。もう。比較にならないほど美味しかったんで、セブンスターの方が。これは微妙です。微妙っていうか、ぶっちゃけ、うまくない。タバコの味がするって言うけど、それだったら若葉の方がよっぽど、個性があって美味しいと思う。個性がない。メビウスはね。だからこれをよく吸ってる人はまあ見かけますけど、一番売れてる。いや、一番売れてるのはセブンスターとしても、まあ2番目ぐらいには絶対売れてるタバコだと思うんですけど。もうちょっと別のタバコを吸った方がいいと思いますね。これ吸ってる人は。てか、どういう風な味のうまさがあるのか逆に問いたいぐらいです、これは。ただ、煙を吸って、いわゆるなんていうかな、口が寂しいから吸ってるとか、ニコチンが欲しいから吸ってるっていう人なら、まあ、わからんでもないんですけど、味を求める人にとって、これは全くまずいタバコだと思います。圧倒的に、その他の銘柄の方が美味しいと思います。ね、これは。まあ、なんで、一つ星です。ご視聴ありがとうございました。